新赤坂宿舎清水谷宿舎議員宿舎は地方選出国会議員の在京生活を保障し議員の職務を円滑に遂行するために設置されている両施設である。携帯はマンション。宿舎の使用料は国家公務員宿舎法に準じて各施設ごとに異なる。原則として東京23区に自宅を所有する議員は入居できない議員たちの東京事務所の合同庁舎たる 議員会館とは別の存在。かつては港区高輪に高輪宿舎があったが、東日本大震災の復興財源に充てるため2011年9月財務省に管理が移った。2012年に東京都が東京都市計画道路幹線街路環状第4号線整備のため100億円で購入した。清水谷宿舎は老朽化を理由に東側に高層16階建て、 3LDK の初対用の新清水谷宿舎の移転計画が進められていた。これに対し、清井町の住民からは、建築反対、建築賛成の両意見が出されている。建築反対派は、予定地は清井町の名の由来である。奇襲判定跡で、奇跡的に江戸時代から残った美しい自然林もあり、史跡、自然を保護するべきであると主張している。一方、 建築賛成派は、周辺地域は、江戸時代は、武家屋敷、商人屋敷が立ち並んでいた地であり、反対運動を行っている住民の居住地も、大半が古くからの家屋敷跡であり、自らも自然を破壊して居住しているのだから、建築に反対するなら、まずは住民自らが反応垂れ、自ら住居を取り壊して、屋敷跡を復元するべきと意見している。また、上述のように実態は、 地元 VS 地元の争いであるが、賛成派のバックには建設業者及び、それを支援する国会議員が、反対派のバックには、地元 VS 地元の争いを、住民 VS 国家行政の争いに転嫁しようとしている、付近住民、及び、それを支援すると行政がおり、住民、行政、マスコミを巻き込んだ大騒動となった。なお、当初2007年7月の着工が予定されていたが、 東京都知事、石原慎太郎と副知事、井瀬直樹が、風知地区の指定を解除していないため、着工には至っていない。なお完成した場合、3LDK79 平方メートル80個、赤坂宿舎並みの家賃になると予定されている。2014年6月、与野党の議員運営委員によるプロジェクトチームが検討を再開し、 2015年度予算に調査費約2000万円が盛り込まれた。清水谷宿舎の建て替えは7年間凍結されてきたが、与野党合意によって復活し、2016年度予算案に設計費が計上されることになった。2017年度に着工、2020年度中の入居開始を目指しており、参議院事務局は2016年度予算の概算要求に、 月経費4500万円を計上している。議員の他に外国駐在から戻った外務省職員などが一時的に居住する場合もある。外国では議員宿舎の事例としてロシア中華人民共和国が存在するが例は少ない。フランスでは議員宿舎の代わりに住宅手当が支給されている。台湾ではワンルームタイプの議員宿舎が存在する。旧赤坂宿舎は 新赤坂宿舎へ変更された。河村隆この国は議員に、いくら使うのか角川新書2008年9月25日。第1版67ページより引用 AB、新赤坂庁舎建設に伴い、売却予定。河村隆この国は議員に、いくら使うのか角川新書2008年9月25日。 第一六67ページ東京新聞2015年12月6日金宿舎をラブ法にしちゃった社民党また一幹事長元愛人の赤ララな告白週刊新庁2007年6月28日号 P32 から35またい社民幹事長新庁舎を提訴重大な選挙妨害だとット J キャスト2011年6月3日 中間新調2013年10月10日号、松島法相特例で、議員宿舎借りながら約束破り、自宅で寝泊まり、スポ日2014年10月10日、ルールを守らない、法務大臣、松島緑のお騒がせ、キャラ J、キャストニュース2014年10月10日、長沢博明復興副大臣が、議員辞職宿舎に、知人女性宿泊。 清潔を胸とする公明党議員の資格はない。産経新聞。h t t p s w w w s a n k e i c o m p o l i t i c s n e w s 六7 0 9 2 6 p l t 1 7 0 9 2 6 0 0 6 3 n 一と h t m l 二0一9年2月十七日日閲覧山本防衛副大臣。 在京当番でホテルパク宿舎入居せず、公費120万円時時通信2020年3月2日。ありがとうございます。